その辺でやっぱりあまりうまくメジャーやれなかったもんね。ほんまトップシークレットだこれはってあれはドカベンを読んだだけなんですよ。あとは CS か。そうですね、ね、コーチ時代にクライマックスシリーズ、うん、あれ藤浪が入った年ですよね。そう、ルキーやルキーや、はい、CS の先発が大体大方の予想はメッセンジャーだったと思うんですけども、練習中に体がバッて呼ばれて何かなと思ったら、1戦目藤浪なんだよ、藤浪用にマウンド作ってやってくれって言われて、トップシークレットだって、本当にほんまトップシークレットだこれはってだから、俺と監督と、まあ、ヘッドコーチぐらいしか知らないことだから、僕だからマネージャーにも鎌かけて聞いたんですよ。誰って言ったら、僕分からないですよ、メッセンジャーじゃないですかってマネージャーも言ってたんで、マネージャーにも言ってないんだと思って、僕もうちを一緒に仕事する連中にも言えないんで、もうこそっと藤浪、まあ実際藤浪君の場合はもう甲子園ですごい条件悪い中でね、高校野球の大会に投げてるんで、何でもいいやろうとかで冗談でいつも言ってたんで、そこまでリクエストはなかったんですけど、まあでも一応子供であろうマウンドにうちの若い子たちには言わずに作ったのを覚えてます、ね、そんなこと教えてもらえるんだって、まあ、慎太郎の場合はどっちかというと、はい、なんかあまり硬くもなく、はい、柔らかくもなくっていうところかな、はい、だからちょっと歩幅が長いっていうところでね、はい、まあ、それはでも本当、ほぼなこう、マスコミというかほぼメッセンジャーと思ってたからね。そうです ね、だからあの目ざとい記者はその会話を見てたみたいで、僕と金田君の会話を、はい、さっき話してされてたんですけど、先頭のピッチャー聞いてるんじゃないですかとかって言ってきて、まあまあ、いやそんなん違うよって言って、まあ、一応ね否定はしておいたんですけど、すごいなと思いながら。あ、はい、目ざといな、そうですね、そういう記者いっぱいいますね。あ、はい、まあ、そう、ほんまピッチャーによってこう好みが違うからね、そういう当時はそうです ね、はい、今はもう去年からですかね、もうメジャーリーグと全く同じ土を、もうそのなんていうんですか、そのマウンドを使うところ全体土をもう固いのにしてるんで、はいはいはい、もう誰の時も同じ状態ですけど、大体ね、はいはい、あ、もうメジャーでもだいぶ固めてんだ。そうですね、他の球場もそれが、そうそう、主流やね、はい、名古屋ドームなんかもそうだもんね。ですから、まあ、どこ行っても同じ条件を目指そうということで、甲子園も昨年からそのマウンドにして、でキャンプ地も全部その土にしました。なるほど、はい、名古屋もめちゃくちゃ硬いもんね。うん、メジャー一緒だな、伊川なんかそうだったもんね。だから伊川なんかどっちかってこうステップしてこう右足をこうちょっとこねるから、はい、メジャーのマウンドに行くとやっぱこう多分つかまってこねられなかったと思う、はい、ね、ガチガチに歯しか入んないじゃないですか、はいはい、で歯しか入んないかったらやっぱ右足をこう用に逃がさなかったって思うのがあるんで、うん、こう逃げないとこう足首負担きたいとかね、左に負担きたいとかあるんで、はい、その辺でやっぱりあまりうまくメジャーやれなかったと思う。甲子園だからこう、うまくこう右足逃がしてたけど、はい、まあ、だから高校野球の時は少しだけその多少遊びがあるように上に黒土を乗せて、はいはいはい、上から削って黒土にしてあげるんですけど、ね、はい、そうしないとやっぱりちょっと慣れてないところで、マウンドだと高校生負担大きいかなっていう、はい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 、高校生の場合も1日4試合のコンディションなんかボロボロでしょ。そうですね、はい、しかも1試合の間がこう短いしね、はい、ただそれこそ中西さんが出てた頃に比べると、うん、インターバルも5分10分長なってるんですよ。ああなるほど。でその間にちょっとマウンド固めたりできるんで、当時に比べたら全然違う。状況良くなってきてるんだ、はい、あの頃ってね、本当20分ちょっとでノック入れて20分ちょっとで交代でしたよ、ね、そうそう、昔はだからこう高校野球終わった後に甲子園帰るやもう定位置の外野の芝生なんかはげてたもんね、めちゃくちゃね、はいはい、今それないもんね。そうですね、まあ芝生の種類もねやっぱり変わっているのもありますし、なるほどね、はいはい、洋芝になったりとか、そうですね、はい、それはそうか、だん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 品種自体も良くなっていって、そうですね、はいはい、長明寺温泉、天葉の湯、7種類の温泉、地産地消の料理が自慢の温泉です。ぜひお越しください。まあでも CS ってね、聞けばやっぱりこう2017年の DeNA とねの試合のあれはよくやめよう思ったでしょ。やんのっていう感じじゃなかったの。そうですね、予報的にはですね、ウェザーニュースにちゃんと情報を取って、うんうん、あれ、まあ、1時間遅れで始まってると思うんですけど、そっから2時間程度は小康状態っていう予報だったんですよ。はいはいはい、まあ、だからなんとか行けるのかなって思ったんですけど、全然小康状態にならずいくらでも雨が強くなるっていう状況で、うん、はい、実はだから僕らも手の施しようがなく、本当にマウンドとバッターボックスに
まあ、乾いた砂を入れてあげるだけで、ただまあ前日から予報が悪いのは分かってたので、まあ、そういう時もできるようにちょっと普段よりはグラウンドを硬く仕上げて対策はしてたんですけど、まあ、でもそれは本当にちょっと考えれないコンディションですよね。まあ、まあその日だけやっぱウェザーニュースもしっかりチェックして、はい、ね、前日からそうやってこうやっぱりグラウンド硬めにして、はい、そやってるのね、やっぱりこう、そうですね、はい、いやもう常にこうあの試合30分おきぐらいに上田ニュースの情報が入ってくるんですね、はい、マネージャーのところでね、はいはい、あそれと一緒だ、そうです、ね、うん、でもあれ最後までやったもんね、そうです、はい、結局もう5回でやめるんかなと思ったんですけど、そうだよね、はい、結局9回やってね、あれをやれたもんね、はい、本当あれはすごかった、あれだからこうやっぱ阪神芸のこう腕のなんかあれっていうのはこうねいろいろメディアにありがとう阪神芸みたいなことね、やっぱりそういうあれ結構ファンからあるでしょ、あの激励みたいなのお話 ね、 そうですね、はい、あの特にやっぱ雨の時は激励のことはスタンドからかけていただいたりとかいうのはやっぱ多いですね、はい、甲子園はね雨さえ上がりゃなやっぱやれるもんね本当土とかもねやっぱりね鳥取砂丘から持ってきたりな、あれは鳥取砂丘じゃないんですよ、じゃないの、あれ昔鳥取砂丘と、あれはドカベンを呼んだだけなの、ドカベンで鳥取砂丘になってるんですけど、あ、そら俺 G に聞いたと思う、 G、 あれも多分ね、取材で鳥取の土と言ったと思うんですけど、ああ鳥取の大山の山の土を、黒い土を入れてるんです、あ、鳥取大山の方、そうなんです、あ、砂丘じゃなくて、はい、当時はね、でも鳥取イコール砂丘になるから砂だと思われてるんですけど、鳥取砂丘の砂は入れてないと思います、あ、はい、鳥取砂丘と中国から持ってきたその黒土とブレンドしてっていうふうに認識してたけど、はい、違います、あの当時はあの、まあ、もちろんもっと古くは淡路島とか三重県とか神戸とかいろんな場所の土に入ってるんですけど、おうおう、多分その取材の時に鳥取っていう言葉が出た時は多分鳥取の大山の山の土が入ってたと思うんですよ、で砂はあの高炉屋の浜の砂なんで、もともとは砂は高炉屋なの、そうです、そこはあの阪神電鉄の社有地がありまして、はいはいはい、そこの、砂を取ってたんですよ、でそれが取れなくなって、中国の砂になったりとか、うん、まあ、今は京都の城陽市なんですけど、あ、城陽市の山の土じゃ、そうですね、丘の砂です、砂、あ、砂、砂です、丘にある、はい、で土は今は鹿児島の、志布志、あ、志布志ね、はい、の黒土ですね、お、はい、もうでも結局いろんなブレンドして、ね、で、はい、でマウンドはそこでまた新たに石灰入れて、いや今はだから去年からはそのメジャーリーグで使ってる土地を輸入してる業者があるんで、アメリカから、そうです、それを、まあ、あの購入して入れてます、はい、メッセの時はほんま石灰ガーッて巻いて、そう、石灰と黒土を巻いてこう、あの赤い土ですね、赤土か赤土を入れて、で分からないように黒土も混ぜて色を変えるとか、それで固めてメッセンジャー用で、たまたまね、ノーミー選手はメッセンジャーと場所が違うんで、そこだけはその硬いの入れずに、まあ、黒土だけにして、歩幅のところだけずらして、そこだけ黒土にしてとか、あ、はい、してましたね、なるほど、いや覚えてんねん、ほんとな、あれは雨 の、 あの試合中でもそうだもんね、雨の間にこうね、やっぱりちょっとここはあの取ってくれとかな、はい、滑ったりするからね、はい、いろんな土とかあれも種類とかもいろんな場所も変わってきたんですよね。そうですね、はいはい、